にちは。今日はタコとブロッコリーのアンチョビ炒めを作っていきたいと思います。材料はタコ、これは刺身用の蒸しだこが 100g とブロッコリー1つとアンチョビがこれは3枚ぐらいですね。ニンニクと生姜1かけらです。はい、ではまずブロッコリーを茹でていきたいと思います。ブロッコリーは一口大ぐらいの大きさに切ってプリの湯で茹でてください。1リットルに小さじ1弱ぐらいのお塩を入れて茹でると色がきれいに仕上がります。はい、お湯を沸かしている間にニンニクと生姜をみじん切りにしていきます。それではお湯が沸いたのでブロッコリーを茹でていきます。茹で時間は1分半です。はい、次にタコを切っていきます。タコは厚切りです。 1.5 センチ角ぐらいですかね。タコが切り終わりました。次はアンチョビを叩いていきます。このくらい細かくなったら大丈夫です。はい、準備はできましたのでこれを炒めていきます。ブロッコリーとタコはもうすでに火が通ってるのでさらっと炒めるだけで大丈夫です。フライパンにオリーブオイルを入れます。オリーブオイルは多めに大さじ2です。ここに先ほどみじん切りにしたニンニクと生姜を入れます。ここで火を入れます。ニンニクが焦げやすいので弱めの火でキツネ色になるまで炒めます。こんな感じにカリカリになってきたら OK です。そしたらアンチョビを入れます。ちょっと炒めます。跳ねるのでご注意。そしたらタコ入れます。炒めたらブロッコリー入れます。軽く混ぜて出来上がりです。本当にすぐニンニクが焦げちゃうのでブロッコリーとタコを入れたらもう和えるって感じですね。炒めるっていう